アルパインマスティフトは絶滅したスイス原産のモロサス犬種でセントバーナードの先祖であるアルペンマスティフトも称する現代のイングリッシュマスティフだけでなくこれらの品種に由来する他の品種にも大きく貢献密接に関連している MB ウィンは1829年にエル・アミと名付けられた古いアルプスのマスティフ種であるブリンドルの犬が グランサンベルナール峠の修道院から運び込まれ、ロンドンで最も大きな犬としてリバプールで展示された。と記している。デボンシャー第5公爵であるウィリアム・キャベンディッシュは、チャッツワースハウスでアルパイン・マスティフを飼育していたと考えられている。アルパイン・マスティフとセント・バーナードの名前は19世紀初頭に同じ意味で使用されていた。しかし、 グランサンベルナール峠の修道院で飼育されていた犬はニューファンドランドやグレートデーンなどの他の品種を導入することで大幅に変化した。現在のセントバーナードはこれらの子孫である。これらの犬は必然的に多くの個体に影響を与え、元の純粋なアルパインマスティフは減少し、最終的に消滅した。かつてアルパインマスティフが存在した地域で発見されたケンガルフや パツアという珍しい品種は絶滅した本種の子孫である可能性がある。1970年代からセントバーナード、グレートデーン、グレート、ピレニーズ、バーニーズマウンテンドッグなどを使用してアルパインマスティフを復元させるいくつかの試みが存在する。チベタンマスティフやコーカシアンシェパードドッグと並んで本当に巨大なサイズに到達した最初の犬種の一つである。 最大の個体は体高1メートル以上、体重150キログラム以上で、現代のセントバーナードやイングリッシュマスティフを超えている。ありがとうございます。